実は今日はいじめられている子を助けたらどうなるかのお話です。また小中学校における不登校の児童生徒は244,940人、初めて20万人を超えました。中でも暴力行為につきましては昨年度に比べて増加していると。学校での暴力行為が増えているといいます。給食の牛乳の武器とかの競り合いとかで、なんかじゃんけんとかで後出しとか強みでなんか口論とかして殴り合ってるのが多分うるさかったら爆発しちゃって切れて先生に怒られた。友達がなんかこうやってポーズやって警告する拳力拳とか殴るまでにやってないでこうやって途中で止めたい。暴力によるいじめの件数は初めて小中学校が中学校を上回ったといいます。子ども向けのアンガーマネジメント、怒りの沈め方を教える専門家は、その場でできる簡単な方法を一つご紹介します。実はです、今日はいじめられている子を助けたらどうなるかというお話です。いじめを止めた T 君は左のフックで殴られました。相手はサウスポーだったそうです。顔面を殴られたそうです。喧嘩に巻き込まれたということです。そこであなたならどうしますか？殴られて泣く。そうするとあなたもいじめられます。しかし3発打ち返して反撃しました。相手は泣いて終了したそうです。聞くと右のフック3発打ちました。左は出すことはできず、得意な右だけしか出なかったそうで無我夢中だった。相手がいじめっ子のわんぱくものだから必死だったのでしょう。解説、本来は口頭で止めればいいのですが、止めに入った子を殴ったため小学生の場合一発殴られたまま放っておくと二人ともいじめられるケースが生じます。正当防衛であったとも言えるでしょう。しかし3発打ち込むのはやりすぎかもしれません。いじめっ子から防御する小学生の場合はそのゆとりもないかもしれませんが、いじめや引きこもりが日本では61万人存在します。そういう意味からもいじめられている友達を助けるという勇気は大切かと思います。開祖は喧嘩の仲裁をするということは喧嘩を売っているということにもなると言われていました。ご神連旦ますます必要です。我が道場では全員闘魂乱取りで心と体を鍛え、戦闘体制に入っても屈しない心を目指しています。大人の場合はうまくパンチをかわし天秤投げか裏固めか半月首投げテイクダウン爆破で逮捕するスキルまで到達したいですね。一生就業ありがとうございました。参考、正当防衛とは刑法36条には窮迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずした行為とあり、正当防衛が認められます。本来なら違法行為となるものも違法として扱われなくなり刑事罰を受けないことになります。ご神連旦ファイトです。ありがとうございました。10秒タイムスタート。よーけーよくぞよく激しくよくぞパンチキック後ろ蹴り OK!